くなったって20年以上だよな。そうです。あとなくて息子です。あ、初めまして。翔太です。初めてかな。あのお母さんは初めてですね。はい、はい、お父さんは初めてじゃないです。六月下旬，母亲为了探望日本的爸爸和妈妈，来到了日本福冈。母亲和日本的妈妈已经有20年没有见面了。はい、よくいらっしゃいました。はい、どうもありがとうございます。どうも、はい、お父さんはお留守番？お父さんはね、中国にいるの。あ、本当。我的母亲刘永红。お母さんはどうかなって会ってないしっていうことでちょっとね、想像して。25年前的1987年，母亲自费留学来到日本。由于文革，母亲当时没有机会上大学。当时的母亲希望在日本完成上大学的愿望。一年后，父亲也来到日本，但是当时在日本没有可以依靠的人。对父母来说，那些日子是最艰难的。就在这个时候，是施永一家伸出了援助之手。所以母亲至今还以日本爸爸、妈妈称呼两位老人。昨日電話して、お父さんとお母さん会いに行くよっていう話したら、あ、私も行きたいとか言ってたよ。電話したんだ。電話したしたした。直接来るんじゃない？そうなんですよね。チケット取れたらね。こっちの方が近い。そうなんです。確かに。そうですか。そうなんですね。元気ですかってな、いつまでも元気で、はい、いや、いつまでってわけいかんよ。もうそうもう賞味期限も終わったしね。だからもういつあれしようかなと思ってます。でやることは残ってるもんやからね。当时母亲为了挣学费和生活费，一边上学一边还要打几个零工，非常辛苦。施永先生是母亲打工饭店的常客，自愿地做了母亲的保证人。从那时开始，施永一家把父亲、母亲当作自家人一样照顾。じゃあ私はあなたの日本のお父さんだっていうふうに言って、それで、お父さんと呼ばせていただきました。でその時に何ほらお母さんの家にお父さんの家に泊まったじゃないですか。1ヶ月以上もお世話になったじゃない。その時にいろいろ話をしました。お母さんはね、私の中では日本のおか優しいお母さんというイメージはね、ね、そう、本当に、まあ、なんていうの、旦那さんを尽くすという優しい日本のお母さんっていう感じ。っていうのは時代遅れやね。いや、そのことないですよ。本当に、お部屋探しに行ったじゃない。そうです、そうです、そうです。そのストーリーもお父さんがね、ちょっと部屋探すのはね、いろいろね、不動産屋に行って、ドンと。上のもの読んでこいとかさ、いろいろ助けていただいて本当に、お役に立ってるんだお父さんも。もちろんですよ、本当にどれぐらい私が本当に助かったか。ね、いや今でも。今年87岁高寿的施永先生，72岁衣锦还乡，回到故乡福冈。但每过几年都会来东京。和母亲见面，母亲从心底里尊敬这位日本爸爸。私がびっくりしたのはね、うちにおばあちゃんがいるんです。あの時最初言った話のおばあちゃんがいて、そのあちらのおばあちゃんなんですけれども、亡くなったんですけど、でずっとお父さんのお母さんと思ってたんですよ。そうじゃなくて、お母さんのお母さんですよ。でそこでそのおかなんて素敵な、なんていうの、やまあ見た感じでもそうだけれども、ダンディで優しいでも強い、
だけど心が広くて本当にそこで感じたのはね、自分のお母さんじゃなくて要するに奥さんのお母さんですね、一緒に、まあ、生活してて、ね、もう最後までですよね、うん、そのおばあちゃんも90いくつでしたっけ。はい、98ぐらい。そう、98です。だからすっごくそれ聞いたらすっごくお父さんなんて素敵な方っていうふうに思ったんですよ。普通少ないじゃないですか、そういうのもね。そう、お母さんお世辞が上手になったね。いやいやいや、で私が前から上手だったけども、本当最近また上手になったあの時はまだ日本語そんなにいっぱい喋れなかったと思うよ。いやもうちんぷんかんぷんだったんですよね。いやそうでもないわ、愛ちゃん上手やった、上手やった、うん、へーと思って感謝でね、もう努力家ね、すごい。日本の女性もこんな風にやったらいいのになと思うぐらい。二十多年来一直照顾母亲的施勇先生，在二战时曾经在满洲工作生活过。1944年1月，施勇先生来到辽宁省的一个小村庄的炼钢厂工作。哎，我是纳豆。哎，纳豆，本当ですか？ここにね、満州製鉄物が見える正門前でっていうの、はい、これが私。こちらですか。真ん中での方ですか。これ。ああ。うん。一番男前じゃないですか。当时工厂里有很多中国人和日本人一起工作。で終戦になって今度は日本人がそれから引いてアプリ都市には引き上げたと。でその時に逆に日本人が引き上げる時に手を振ってね、ご苦労さんでしたって手を振ってくれるような、そういう雰囲気の間柄でしたね。なるほど、うん、なるほど。だからいい関係というかですね。二战结束后，施勇先生被苏联军队抓到西伯利亚集中营，做了四年苦力。在集中营第一年的环境和待遇极其不良，几次差点丧命。施勇先生还是坚强地活了下来。这位老人看到在异国他乡努力学习工作的母亲，仿佛想起了当年的艰辛。すごいよ、足を本当、うん、私山でも山女性の 手を握ったのは久しぶりやから久しぶり相聚時間很短、只有两天。母亲想亲手做水饺给日本爸爸吃。私が作った餃子が一回作ったんですよ。水餃子だったんですね。水餃子はやっぱりお母さんの焼き餃子と違うから、ちょっとね食感違うから、まあ
本当は お父さんはどういう評価か私もわからないんですよ。今回はね、食べていただいて評価をしていただこうかなと思って。ちょっと今私、今は冷凍のばっかしか食べてない。お父さんお待たせしました。で、ビールですね。ビールを持ちビールは行きます。ビールは行きますよ。やっぱり味薄い。食べてください。普通の感覚ですよ。いつもお母さんにも言わなきゃいけないんだよ。味濃いですね。どうですか、お味は。人から聞かれてるとおり、おいしいって言わないかんやろね。日本爸爸是典型的日本九州男人，连说声谢谢都有点害羞。所以他不停地吃母亲做的水饺来表达谢意。临走时母亲问了日本爸爸一个一直都很想问的问题。なんで私を助けてくれたかっていうのが、うん、そのお父さんとあの時の、うん、あの心境、要するにどうだったかっていうのは、うん、私も実は知りたいんですよ、うん、本当にあのお父さんのおかげで本当になんか私が日本にお母さんとお父さんがいてすごく心強かったんですよ、うん、なんか私が困った時に助けてくれるあの人がいて、だからすごくあの安心というか、あの時ね、あなたが中国の人だっていうのがものすごく印象に残ったっていうか、うん、私が満州にちょっといた時にあの当時の満州の人の、うん、そのことをこう思うと、ああ懐かしい人だなというね、それがやっぱり逆にその人たちをいじめたりしとると俺もね、自分自身がもうこうそうじゃなくて、あの人とも本当こんなことであれした、あこの人ともこうだったなというと本当にいい思い出として出てくるんであって、それが大事だよね。それはね、俺は日本人だ、あの人は中国人だ、よしうんと言って喧嘩したようなことだったらね、これはやっぱりちょっとそうじゃなくて、本当に俺は日本人、あの人は中国だったけどもこんな出会いがあってここだった、本当によかった、本当によかったなと思うからこう、ああ幸せやな、うん、本当ですか、うん、もうこんな冗談が言えてね、冗談を許してくれる、冗談を許してくれる人、うん、まともに冗談を聞いてくれる人、うん、横で笑いながら映してる人ね、そんな人を見るとね、うん、本当に、うん、ああ、うん、いい社会やった、いい、うん、一緒やったな、うん、もう俺もあと少ない、もうせいであと 2,30 年しか生きんねん。遊んで、じゃあ雨どうしようかね。大丈夫、傘持ってるから。いや、止めようか。あ、お願いします。止めてください。ありがとうございます。頑張ってね。はい、頑張ります。ご主人によろしく。ありがとうございます。どうもありがとうございます。来たらね、うん、はい、来たらとか来るとかって言ったら、こっちやってきなさい。わかりました。はい。ね、うん、もう名残惜しい。そうか、私肉いっぱいやって。
ありがとうございます。本当に嬉しいです。私もしたいけども、いいや、はい、いいですか、はい、握手くらいやったらいいけんのが、ありがとうございます。お父さん本当に、うん、ありがとうございました。